牛島神社は、東京都墨田区の神社、東京旧市内の本所総鎮守、墨田公園内に所在する、上岸年間に創建された。自覚大支援人が、当地に来た際に、須佐のおの命の化身のおじから託戦を受けて、創建した。明治以前は、牛御前社と呼ばれており、本所の総鎮守であった。鎌倉に新軍する、源頼朝の軍勢が、 墨田川を渡かする際に、千葉常種が当社で祈願したため、無事に渡ることができたという、以降、千葉市の数計を集めるようになった。元々は500メートル北の幸福寺のそばに一致していたが、1923年の関東大震災で離災し、また墨田堤の拡張工事に伴い、1932年に現在地に移転した。なお、 神社には1845年に奉納された、葛飾北斎の大絵馬、須佐のおの命役人退治の図があったが、関東大震災で、現物は消失し、現在は、原寸大の白黒写真が本殿内に掲げられている。なお、同作は2016年に、色彩の推定復元が行われ、墨田、北斎美術館にて展示している。境内には、なで牛と呼ばれる牛の像がある。 自分の体の悪いところと同じ部分を撫でると病気が治ると言い伝えられている。また本殿前の鳥居はサンツ鳥居と呼ばれる比較的珍しい形態の鳥居である。お旅所として、墨田区本所二丁目に、拙者は神や牛島神社がある。ありがとうございます。